て落ち着いてな、グラウンド悪いけど単純にな止めてパスタイミングだとか、やっぱその辺はグラウンド投稿関係ない、関係ない、はい、でその練習をずっとやってきたはずも3ヶ月ポジションが違う関係ない、どこでもできるようにそういう練習してきた、そういうふうに言ってきたな、だからなもっとやっぱり練習で普段やってることをな真剣な、もっとどうやったらそれがゲームにつながってるのかっていうのを考えて練習してくれないとな、いくら俺らがやっても意味ないんだよな、意味ない練習のためだけの練習になってる、結局なるほど、練習のやったことがこの今日のゲームでどうやって出せるのかっていうのをな、普段の練習から考えてやんなかったら練習やってる意味がない、はっきり言ってな、こんくらいで勝つな、もう最初から分かってた、それは最初から分かってたのな、でもその中でどういうプレーがなできるかな、いい、決していいグラウンドじゃないけど、いいグラウンドじゃないけどな、自分たちにやってきた形どんだけ出せるかとかな、まあ、そういうことをやんなかったらな、やってる意味ない、だから、まあ、ここから前者の予選も始まってきしな、やっぱそういうところは一人一人意識してもっとやってほしい、まあ、とりあえず今日お疲れで、グラウンドちょっと悪いからこういう中でやると体のなやっぱバランス崩れるな、思わぬところでな変なバウンドしてな、体がそれに合わそうとするとな、体のバランス崩れてどっかの筋肉が張ってきたりな、そういう中で無理にまたやるとちゃんとリカバーしてやらないと、な、怪我につながる。だから今日、特に試合出たやつな、っていうのは、しっかり体のケアな、ストレッチでもいいしな、とにかくちゃんとまずやるってこと。で、休み明けに、また、ね、しっかり練習して、次の試合の予選がな、もう始まるから、な、そこに向けて。で、今日入れなかったやつもな、な、悔しい思いしてるな、そこのところ入れないな。それは、もう練習で、そいつからこの向けて、やってくれ。OK、陽介、チームで。OK、お疲れ様です。次の試合の時まで。お願いします。Hey!